はい、こんにちは、スレトルトと申します。YouTube をね、まあ本格的に始めてからまあ2年ぐらい経ちまして、まあなんかいろんな YouTuber というか YouTube やってる人いるじゃないですか。まあ商品を紹介したりとか、まあ、ゲームをやったりとか、まあなんかちょっと過激なこと、人があんまやってないことやってみたいとか、まあいろいろあるじゃないですか。で、まあ俺基本的にメインはゲームの動画を上げる、まあゲーム実況者と言われる、ジャンルの動画投稿者なんですが、まあでもね、最近なんか実写でなんか実写動画としてまあいろいろやっていきたいみたいな気持ちがまあないわけじゃないんですよね。ということで、今後俺の方向性というか、まあ今後どうやっていけばいいかっていうのをね、こちらのアプリでちょっと診断していこうかと思います。あなたは何系 YouTuber？ YouTuber 診断。はい。俺も YouTuber なのかな？いや、まあ YouTuber、YouTube に動画投稿してる人は、全部 YouTuber なんだったら YouTuber なんでしょうけども、まあどうなんですかね。やっていきたいと思います。あなたは何系なのか、俺は何系なのか。ダイエットするなら、一番運動をする、食事制限、しなくても太ってないし、興味がない。まあリアルな話ね、運動はね、しんどいよね。マジで運動しんどいんで、まあ俺今までなんか炭水化物ダイエット流行ってる時に、まあ炭水化物軽く抜いてみるかみたいなことやったこともあるので、食事制限かな。2番、次の中で一番好きな食べ物は肉、お米、野菜、ラーメン。難しいなぁ。お米結構好きなんですけど、やっぱお米食べるためになんか付け合わせみたいなのがないと絶対食えないんで、まあ肉かなぁ。まあ肉だよね。タバコについてどう思う？吸う理由がわからない。健康に悪いは余計なお世話、はあ、マナーの悪い喫煙者はやめてほしい。酒よりはマシだと思う。別になんか自分正直ね、生涯で一歩も吸ったことないんですけども、かといってなんか親とかが吸ってたから、なんか当たり前な感覚があって、そんななんか嫌がるっていう感じもしないですね。鼻も詰まってて匂いもわかんないし。なので、まあでもこん中だと、吸う理由がわからないって感じかな。あなたの来世は、また自分がいい。すげえ頭いい人。次は人にはなれないと思う。生まれ変わりなどないと思う。ああ、すげえ頭いい人。来世はって、来世にどうなりたいって聞いてんのかな。あー、でもなんか次生まれ変わるなら女になってみたいとかあるけど、俺もなんか男のままでいいと思っている人なんで、あー、自分でいいっちゃ自分でいいけどね。なんか自分が自分じゃなくなっちゃうのが一番怖いっすよね。5問、原付ってクロックス履いて運転しても大丈夫だっけ。大丈夫だよ。ダメでしょ。知らないけど大丈夫な気がする。どうでもいい。どうでもいいとか押すと、これだって YouTuber 現、なんか診断でしょ？こういうことで大丈夫だよって言ってたら、ちょっと過激系みたいな感じになっていくのかな。まあ、何にせよ、高速、効率とか、なんか法律とかそういうことの以前に、あんま良くなさそうだよね。大丈夫かもしれんけど、ダメでしょ。異性の容姿についてどう思いますか？できるだけ整ってる方がいい。できるだけエロい方がいい。待って、容姿がエロいってどういうこと？容姿がエロいって。なんかもうなんか露出が多い格好してるみたいなことなのかな？全く気にしない。性格は容姿に出ると思う。おう、おう。まあでも性格は容姿に出ると思うね、やっぱり。なんかもう明るくて派手な女の人だとやっぱ、なんだろうな、その、何時だろうな、なんかこう髪の毛とかもピシッとなんかやっぱ整えようとすると思うし、あんま気にならない人はやっぱ気にしないと思うしね。いい意味でも悪いでも。4番かな。この中で一番欲しい道具はタケコプター、どこでもドア、タイムマシン、石ころ帽子。石ころ帽子で透明人間になれるんでしょ。超いいよね。なんかさ、こういうタケコプターは正直ね、途中で電池切れて落ちたりして、あれ普通に危ないし、普通に不良品だし、なんか安全条約というか、安全になんかあんまり気を使われてないんで、タケコプターは絶対ないんですよ。まあ、タイムマシンもいいけど、タイムマシンで行った先で殺されちゃったりとか、なんか結局危険も伴いそうじゃん。なんか原始時代行ったりとか、未来行ったりとかしてもね。なんかタイムマシンのドアとか、あの窓がなくなったりとか、ドラえもんあるあるですからね、映画版。ってなると、どこでもドアか石ころ帽子なんですが、どこでもドアめっちゃいいけどさ、なんか、俺がどこでもドアを持ってるっていう情報がさ、
なんか人、なんか知られてす、知られたりするとさ、なんかマスコミとかめっちゃ来てさ、なんか取られそう、どこでもドアを取られそうな気がするんで、俺はちょっと石ころ帽子でね、ちょっとエロいことします。はい、8番、コロナ禍で一番好きな動物は猫、犬、鳥、その他。あー、猫飼ってるんですよね。で、犬はなんか昔追いかけられたことがあって、今、まあ今はだいぶ大丈夫になったけど、可愛いとは思うんですが、まあ、ちょっと怖いみたいなとこが あるんですよね。で、まあ、猫飼ってるけど、猫飼ってる大変さとかもちろん可愛いんだけどあるので、鳥かな。今めっちゃ鳥飼ってみたいんだよね。鳥可愛いよね。なんかツイッターとかでさ、なんか鳥がなんかカレンダーかじったりする動画とか、そういうの見てやっぱ可愛いなと思うんで、まあカレンダーかじられるの困るけど鳥かな。9番、兄弟姉妹はいましたか。一人っ子だった。兄か妹がいる、妹か弟がいる、3人以上いた。一人っ子なんですよね。やっぱなんか YouTube ってなんか兄弟とか家族を巻き込んでやってる方たちも結構いるので、そういうのにかかってくるのかな、この質問は。まあ一人っ子ですねこれ。この中で一番好きな国は日本、アメリカ、韓国、フランス。これね、ダントツで日本マジで日本、日本人に生まれてよかったってね、マジで思うぐらい日本ですね。なんか危ない気がするし、やっぱなんか自分の性格的にも日本が合ってるんじゃないかなと思います。日本。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、俺なんかあのダイエットするなら筋トレやだって言ったよね。あの筋トレって運動やだって、筋トレ系 YouTuber です。嘘でしょこれ、どういうこと。そんなん誰もが思わないでしょ。今この動画見てる人さ、誰一人そんなこと思ってないと思うけど。投稿頻度40点。はい。少しめんどくさがりのあなたは毎日動画を作り続けるとストレスが溜まってしまうでしょ。マジか、俺2年ぐらいさ毎日動画投稿頑張ってんだけど、結構どちらかというとコツコツやる系なんですけども。子供受け35点。少し大人なあなたは子供からあまり好かれないかもしれません。そうなんだ、わかんないんですけど、やっぱ YouTube って子供がすごい、なんか視聴者層的には子供が多いらしいんだよね、なんか聞いた話では。で、やっぱなんか人気の YouTuber の方たちはやっぱ子供を圧倒的に、このなんだろう、子供が見てる率がすごい高いらしくて、なんか一応見れるんだよね、あのある程度年齢層とか男女比とか結構見れるらしくて、なんか他の YouTuber というか他の動画投稿してる方たちに比べて俺すごいね、子供が少ないというか、まあ言えばなんかちょっと大人というか、まあ高校生とか中高大学生がすごい多いのかもしれないんだけど、あんま子供受けというか子供の方たちはいないんだよね、キッズがいないというか。まあでもね、結構読み物系というか文字が多いゲームとかを多く投稿してるから、そういった意味ではなんかあんまりなんか子供がいないのは合ってるのかもしれないよね。やっぱ任天堂系とか、まあマインクラフトとかやれば子供が見たがるっていう感じなのかな、わかんないけどね。人の良さ55点。人の、人のいいあなたって書いてある。55点で普通に考えたらさ、ダメじゃんと思うけど、いいんだこれ。人のいいあなたは少し気を使えば、あまり切られることはないでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これぐらいでいい。これぐらいで。気を使って生きていきます。総合評価 B グラス。副業で稼げる二流 YouTuber。うるせえなぁ。でもなんか合ってんのかもしんないね。でも、筋トレはマジでやんないぞ。マジで筋トレはやんないですけど。はい、ということで、皆様ご視聴ありがとうございました。まさかの俺、筋トレ系 YouTuber だったけど、ちょっとなんかこれみんなの代わりにやってあげるよ。みんなが何系 YouTuber になればいいか、ちょっと俺がこれランダムで適当にクリックして、俺が今から出る結果がね、この皆さんが目指すべき YouTuber ということにしましょう。体張り系 YouTuber! 体張っていこう。あ、これあれか、コーラをさ、なんか入れて、バシャーンってやるやつ。少しマメなあなたは量より質にこだわる動画作りが向いてるかもしれません。てかさ、点数が俺より圧倒的に高いんだけど。子供受け、かなり純粋な心の持ち主のあなたは丁寧な動画作りを心がけると色々な年齢層に好かれるでしょう。めっちゃ点数が俺より高い。人の良さ85点。とても人のいいあなたは自然体でフレームに映れば視聴者に良い印象を与えるでしょう。今のやっぱなかったことにするわ。レトルトさーん。